あ、これね、いつもの高速道路の常連さんよ。常連ではないよな、毎回違う人なんで。舞台の準備は整ったとか言ってたけど、何のことかしらね。本当分かってないの？デビルキラー、リーダーデビル高村、ついに最終決戦のレースか。うん。何この語り合う感じ。今この男2人の間でアダルトサイト見てる村松くんいたな。わかりました、行ってきます。はい、安全運転で気をつけて。安全運転かどうかあれだけど。の、いっぱいいる。おい、今日はどっちにかけたとや。それはお前デビル高村さんばい。だよな、いくら巷でその宅ドラって言ってもさすがに高村さんに勝てるとは思えんけんね。バッテン、ここだけの話、本当は宅ドラに勝ってほしい気もせんね。ああ、最近のデビルキラーの横暴ぶりには俺ら走りは迷惑しとうけんね。しっ、来たばい。どいつや、あ、こいつか。お前が鈴木か。引き連れてきたな。デビル高村だな。そうだ、お前ほんまにキリュウちゃんでよかった。なんか今引き連れてきたけど、マシュマロフィンさんってもう死んでるでこの時点で。そうだ、約束覚えてるな。俺が勝てばデビルキラー解散だ。へへ、そう当てるなって。せっかく派手な舞台なんだ、楽しんでいこうぜ。ほら周り見てみろよ。ウェブカメラでネット配信も、お、マジ YouTube ニコニコピアキャストか。時代的に日本中の走り屋が注目してる一戦だ。一回のタクドラにとっちゃこれ以上豪華なステージじゃないだろう。どうせ裏で賭けの対象にして金を稼いでるんだろう。へっ、だったら何だって言うんだ。チームを作った先人への敬意はないのか。そりゃ中島の親父のこと言ってんのか。あんな相棒俺から言わせりゃとんだ素人だぜ。コツコツバイトして金貯めて車を買いぞ。レースに勝ったところで手に入るのは自己満足だけ。それじゃあ趣味だぜ。趣味、趣味でいいじゃんか。趣味でいいんだよ。俺はそんなアマちゃんじゃねえ。走り屋で金を稼ぐ仕組みを作ったのさ、このデビルキラーというか金看板を使ってな。その金看板かな、金看板。先人の気づいたものだろう。人の看板で悪事を呼ぶそうな真似をして恥ずかしくないのか。ぜっ、恥ずかしくなんかないね。デビルキラーマジでいい看板だよ。走り、福岡の走り屋で知らない奴はいねえし、伝統も実績も他のチームとは比べ物にならねえ。こんな使える看板他にはねえよ。だから徹底的にボロボロになるまで使い倒してるつもりさ。ま、使えなくなったらポイするまでだけどな。いいのか、そんなんで後ろの四天王たちは。そんなことは俺がさせねえ。タクゾラ風情が偉そうに。面白い、いい加減始めようじゃねえか。俺がデビルの5代目リーダー張れてんのは頭が切れるだけからだけじゃねえ。頭が切れるからだけじゃねえ。誰よりも早いからだ。せいぜい頑張ってついてこいや。せっかくのギャラリーを知らさせないでくれよ。知らせかさささささ、くそめっちゃかぶ。せっかくのギャラリーを知らさせないでくれよ。めっちゃかぶ。うわ、めっちゃ速そうな車。お前だけガチじゃねえかよ。デビルキラーの恐ろしさ思い知らせてやるぜ。それバトルレース、楽しくドライブと行こうぜ。アクセル全開、最高速度で負けている。悪夢を見せてやるよ。楽しくドライブ。コーナーで離されてる。アクセル全開。あ、ここで。これ意味があるのだろうか。楽しくドライブと行こうぜ。あいつを抜いたわけでもないけど、来いよ。このコーナーで勝負しようぜ。タクドラはタクドラだな、おい。コーナーでぶっちぎる。この屈辱だろう、相手からしても。
ドリフトで負けるんだぞ、タクシーに。こんなはずは。これが四天王のトップなのか。いいレースだったぜ。まだまだだね。こんなはずは。まだこんなはずねえよな。予想外だよな。嘘だろ。タクドラがデビル高村に勝っちまった。ってことは負けだ。俺の負けだよ、鈴木さん。約束通り、この場でチームの解散を宣言するんだ。みんな、聞いてくれ。おい、嘘だろ、リーダー。あんな約束なんて守らなくても。解散することねえじゃねえか。お前ら、あれか？せめてジェントル、お前は年長者として。いや、年長者とか関係ないかもしれへんけど。あるやろ、誇りが、その当時の誇りみたいな、ないんか、お前ら全員。解散？そんなもんしねえよ。今日はガラリーも多いからな。俺たちを怒らすと痛い目に遭うってことを見せつけるにはいい機会だ。タクドラをこの場で半殺しにしてやれ。あ、本業で勝負するか。さすがリーダー、こう来なくっちゃ。この前で帰り返しやぜ、クラッシュ梶原クールよしみ。あまりこういうやり方好きじゃないですが仕方ないですね。ジェントル中村総理ミスター鈴木、黙ってやられてくれ。お前ら通りな、お前らの通りなはなんかその辺じゃまあ有名なのかもしれんけど、こっちの通りな堂島の竜ぞ。大丈夫か、その界隈では全国的に有名な通りな持ってるけど大丈夫か。お前ら約束が違うぞ。早いものに従うってルールは残ってるんじゃなかったのか。はあ、早いものに従うだ。そんなきたとっくの昔に捨てたよ。今強いものに従う時代なんだよ。おいお前らやっちまえ、デビルキラーの恐ろしさ思い知らせてやれや。なんか一人喋ってねえぞ、おらんかった。デビルキラー対堂島の竜。さあお見せしめに誰かお前に決めたー。さあ起きろ、ほら起きろ。おい何寝てんだよ、まだ終わってねえだろ。お前だけは徹底的にやってるからな。あたみちょ、お前はちょっと稼ぎや。クラッシュか、じゃあクラッシュさしとくわ。嘘だろ。なんでこれだけみたいな。お、さすがにリーダー強いか。待ってろお前。お前じゃなかった、梶原に言いたかったけどな。あいつやられた。なんだそのステップは、しょうもないステップしやがって。もういたのかお前、一番最初のやつ。名前忘れた、なんだこいつ。長田、こんなギャラリーの中ボッコボコにされんの嫌すぎんか。レースで負けて終わったかよかったのによ。おい一旦ずらか、え、てめえは必ずぶっ殺してやるからな。覚えてきやがれ。おい待てよ、何だこれが格式ある伝統チームの慣れの果てとはな。情けない限りだ。誰、 おいあの人誰ね。バカお前知らんとや。福岡の走り屋会最大の重鎮、鬼坂さん。鬼坂、どうしてこちらに。これだけ派手にバカを晒してりゃ、あいつ撮っとるもんな、動画ってか
ライブ俺の耳にも入ってくる。いや、これはですね、この運転手が一方的に喧嘩を打ってきたんで、少しばかりそのごまかしは無駄だ。事の経緯は調べさせてもらった。お前の傍若無人ぶりは前から目に入ってた。だが現役最速という事実があったから目をつぶってきた。しかしそれも今日で崩壊したとおっしゃいますと、お前がタクシー運転手に負けたのは紛れもない事実だ。よって早い者に従うという掟に従い、デビルキラーの解散を命じる。そんな鬼坂さんが直々に解散番命じたってことは、さすがのデビルも従わず折れない場合。そげん偉い人なんかね、鬼坂さんって。当たり前やろ、この辺の走り台にとっちゃ暗示とか法律みたいなもんばい。解散だ。今後二度とデビルキラーを名乗るな。異論あるか？ないです。あなたらさっさと高速降りろ。行くぞ。またなんか新しいチーム作るんちゃん。エンジェル入ろうみたいな。鈴木さんだな、この辺の若い奴らの面倒を見てる鬼塚ってもんだ。ありがとうございます、助かりました。なーに、礼を言う必要はないさ。高村に勝ったのはあんたなんだから。しかし最終的に鬼塚さんがいなかったら実質的に解散させることはできなかった。わざわざ来ていただいてありがとうございます。おいおい、俺が今日来たの本当の目的はあいつらを解散させるためでもあんたを助けるためでもないぜ。と言いますと、あんた中島の会社のもんだってな。え、うん。とすると今回のレース、あんたが突きつけた条件、デビルキラーの解散は中島の希望か？まあ結果的にはそれが俺にとって最大の問題なんだよ。なぜ？なぜなぜ？あいつは二度と走り屋地上に口を出せる立場の人間じゃねえんだ。あいつは勝負から逃げた臆病者だからな。どういうことです？20年前俺と中島はライバル同士だったんだ。中島は当時負けなしの最速ドライバー、俺も中島にだけ勝てなかった。あいつを倒すために何度も挑戦したさ。だがいつもギリギリのところでかわされちまう。俺はずっと奴に連敗を重ね続けた。だが負け続けるのも尺だ。俺は全国の走りで戦って自分の走りを磨こうと1年間武者修行の旅に出た。俺が帰ってきた時はもう一度戦おう、その日までお前は福岡最速で居続けろよ、中島とそう約束してな。だが俺が帰っていった時には中島はもう走り屋から足を払っていた。なんかあったんやろ、叫んなと思ったよ。あいつを倒すのは倒すために俺は血ヘドを吐きながら1年間練習してきたんだからな。それなのに戦うことすらできない、そんなのあんまりじゃねえか。きっと中島さんにも何か事情があったんじゃないかと思います。あの人は約束を破るような人じゃない。そんなことわかってる。きっとあいつにもあいつの事情があるんだろう。そうだよな。だが理屈じゃねえんだ、俺もう一度あいつと走りてえんだよ。あいつとバトルしか、あいつとのバトルでしか味わえないあのゾクゾク感がどうしても忘れられねえ。あの感覚をもう一度味わえるまでは俺は走りはやめられねえ。やめたくてもやめられねえんだ。なんか麻薬みたいな。帰って中島に伝えてくれ、俺は未だにハンドルを離さずにお前を待ち続けてるってな。まあ比喩なんだけど、何も持っとらへんやんけって言ったらあかんで比喩だからね。まだ俺は走ることをやめれねえって意味だからね。今ハンドル持ってへんやんけってことじゃないからね。ちょっと言いかけたけど。鬼坂さか、鬼坂さか、鬼坂か。長社長、私のあなたが簡単に約束破るようなところには見えません。20年前に何があったんですか？20年前、あいつが修行のために出た1ヶ月の言葉、俺は交通事故になった。え？事故？別に無茶な運転ばしとったわけやなか。買い物帰りの何気ないドライブバイ、速度オーバーもなければ脇見もしとらん。バッテン対向車は違った。ぶつかってきようと対向車は走り屋やった。そんな走り屋の猛スピードを出しとってカーブは曲がりきれず俺ん車と衝突、 100% 相手の過失による事故ばい。それで中島さん怪我を。まさか妻か？いや、俺は運よく軽い打撲で済んだ。ただ
隣に座っとった神さんは言った。そういうことか。なんでもないようなことが幸せだったと思う。なんでもない夜のことってやつだ。打ちどころが悪かったっちゃろね。外傷そこまでなかったばってん意識不明になってしもた。本当やったら神さんば草原状態にした加害者を隣に散らして攻め立てないかんかったばってん。俺にはそれができんかった。だって俺も走り合いやったけん。俺はその時初めて気づいたよ。一歩間違えれば俺が加害者になっとったかもしれんってね。俺がミスしたら、もし何か失敗したら誰かの大切な人の命を奪ってしまうかもしれん。そげん風に考えると、今まで平気で踏ん張っとったアクセルが譜面ごとなった。俺は走ることが怖くなった。たいだから走りをやめた。ああもちろん鬼坂との約束は頭をよぎったよ。ばってん俺にはもう走ることは無理やった。神さんその事故以来ずっと眠り続けた。いわゆる植物状態ってやつだい。生きてはおるばってん目覚めることはない。おかしな話よね。散々危ないことしとった俺がピンピンしてるのに、真面目やった彼女は目を開けることさえできん。俺そげん現実は受け止まれんくさ。何度も何度もあいつの名前をあいつの耳元で呼びかけとった。毎日毎日。もしかしたらいつも朝みたいに寝坊したとか言って慌てて起きるっちゃなかと思ってね。そがんわけなかとね。どげん俺が愛したって、どげん俺が神に乗ったって何も変わらん。あいつは目覚め。人間なんて無力なもんばい。俺にできることなんて、あいつが起きると信じて入院費を稼ぐことぐらいしかなか。いや正直それすらままならんかった。当時の俺は日雇いバイトで稼いだ金ば車の改造に全部つぎ込むような生活しとってね。当然貯金もなければ定職もなか。ばってんこのままじゃ彼女の入院費が払えん。やけんとにかく手に職つけようと思ったとよ。それでタクシー運転士になったんですね。ああ俺にできることなんて運転ぐらいしかなかったけんね。それに何です。それにあいつにもう一度俺の助手席に乗ってもらいたかったとよ。あいつ自分は運転できんかったけど、ドライブが大好きでくさ。俺の助手席に乗っていつも楽しそうに笑っとっちゃっちゃんね。もしあいつが目覚めたらすぐにあいつの好きな場所にあいつの好きな助手席に乗せて連れて行ってやりたか、やりたかそげん思った。ばってんあげん事故を経験した後じゃ俺の助手席に怖くて乗れんかもしれんやろ。だけん安全運転のタクシー運転手にもなればあいつが怖くないかもって、俺の助手席にまた乗ってくれるかもってね。まあ1年前にそれはかなわ、あ、亡くなったのか。かなわん夢になっちゃったけどね社長。俺は情けなか男ばい。あいつが死んだ言葉を思い出したくなくて結婚指輪も外してしまうような小さな男ばい。愛する人も救えん、ライバルとの大切な約束も守れん、何の役にも立たん最低な男ばい。そんなことはありません。俺はそんなあなたに救ってもらった。あなたに感謝してるし、あなたを尊敬しています。だから自分のことをそんな風に言わないでください。鈴木さん、鬼坂さんだってその事実を知ったらきっと約束だって許してくれるはずです。彼に事故の言葉伝えなかったんですか。うん、妻の事故を言い訳にするのも嫌やったし、何より合わせる顔がなくてね。ち、俺も元走れやけんね。あいつの気持ちは痛いほど分かるとよ。あいつがどげん勝負を楽しみにしとったかも。事故のことを言えばきっとあいつは許してくれると思う。やけどそれであいつがどげん悲しむやろ。あいつの車への情熱がそれで冷めしまうやろか。そげん考えるといいことが得策だと思えんくてくさ。社長は鬼坂さんに走りを続けてほしいんですか。かつてはそう思っとった。8年後となった俺の分まであいつに走ってもらえたか、そう思っとった。ばってん今はそうは思わん。あいつももう年前。このまま走りや世界にとらわれ続けとったらいつか大きな事故を起こしかねん。
やけど辞めるときはすっきりした気持ちで辞めてほしいと思っとっとうよ。あいつにはあれみたいになってほしくないけん。誰かがあいつに勝って引導を渡してくれればあいつも清く潔く辞めれると思うんやけど、私が走ります。そうなるんだな。へっ、私がオレンサケさんと走って引導を渡します。鈴木さんは？はい。ねえ、俺は辛い時にあなたに拾ってもらえた、本当に嬉しかったんです。その恩を少しでも返させてください。いやバッテン中島さん、デビルキラーを倒したのは、倒した今の俺はあの頃のあんたと同じく福岡最速です。俺に任せてください。あんたの代わりにあなたの分まで俺が走ってみせます。スキさん、ありがとう。めっちゃいい笑顔や。なんか辛い過去があったんやな、社長にも。